菅改造内閣の初閣議が総理官邸で行われ、つい先ほど終わりました。総理官邸のひな壇では恒例の記念撮影が行われました。記念撮影では菅総理の隣に加納農水大臣と次世代のリーダーと目されている前原外務大臣が並びました。そして菅総理の後ろには蓮舫行政刷新担当大臣と岡崎国家公安委員長が固めています。これに先立って行われた初閣議では菅政権の基本方針を確認しました。その上で早急に取り組む課題の一つとして円高・株価対策に向けた補正予算案の編成方針などについて方針を確認しました。この後菅総理ですが午後9時から記者会見に臨むということです。